もしかしたら F1 ドライバーがチームを移籍する場合、その後成功を収める可能性は極めて低いのかもしれません。もちろんランキング9位とか10位という下位チームから他チームに移籍した場合は違うと言えますが、勝てるチーム、もしくはそれに近いチームからの移籍は状況次第ではリスクの方が高いかもしれません。今シーズン限りでマクラーレンから放出されるリカルドがそれに該当し、最後はシートを喪失し路頭に迷っています。そのマクラーレンのエースは若き逸材ランドノリスで、リカルドは全く彼に太刀打ちできておらず、今シーズンの残りの3レースでも同じような展開が予想されます。今回は明暗を分けたとも言えるノリスとリカルドの決定的な違いを考えてみました。レッドブルの育成ドライバーだったリカルドは順当にトップチームにまで上り詰め、一時はレッドブルのエースだったと言えます。それが今現在まで続いていれば、リカルドがタイトルを手にしていた可能性があります。しかしなかなか思うようにいかないのが F1 の世界で、アロンソ、ハミルトンクラスのマックスの出現が彼のドライバー人生を大きく左右したのです。レッドブルは当然のようにリカルドに勝ち始めるようになったマックスを重要視し、チームはマックス寄りに傾いていきました。それを不満に感じたリカルドは、当時全く戦闘力のなかったホンダのパワーユニットに切り替えるということもあり、2018年限りでレッドブルを離脱し、ルノーに移籍しました。ちなみに、2018年のリカルドの推定年俸は約6億7500万円でしたが、ルノーに移籍した2019年は全体3番目となる約38億2500万円だったんですよ。レッドブルのマックスは約14億8000万円だったので、リカルドは年俸の面でマックス超えを成し遂げたのです。2人の2019年の成績を比べると、シーズン3勝を挙げたマックスが計278ポイントを獲得していたので、推定年俸から計算すると1ポイントあたり約532万円となります。非力なルノーに移籍したリカルドの成績は仕方のない部分もありますが、獲得ポイントは54だったので1ポイントあたりにしてみると、なんと約7083万円になるのです。ちなみに当時チームメイトだったヒュルケンベルグの推定年俸は約5億500万円で、獲得ポイントはリカルドの54に対し37でした。2020年は新型コロナウイルスの影響で前年よりも4レース少ない開催でしたが、リカルドはそれでも前年の2倍以上となる計119ポイントを獲得。さらに2度も表彰台を獲得するという大活躍を見せたのです。2020年のリカルドの推定年俸は約37億4700万円だったので、1ポイントあたりにすると約3148万円と、前年に引き続きコスパの良くないドライバーと言えました。さらにリカルドとルノーの契約期間は2年で、2021年以降もルノーのエースとして活躍すると思われていた矢先、2年目となる2020年の開幕前にいきなりマクラーレンへの移籍を発表し、ルノーの幹部を激怒させてしまったのです。ルノーからすればチーム事情に見合わない高額年俸を捻出してまで獲得したドライバーに、わずか1年で見切りをつけられた形となったので、この2年間の約76億円のリカルドの年俸は全く意味のない無駄な出費になってしまったのです。このことがリカルドがルノーに戻れない理由と言われているのです。その後マクラーレンのエースを狙いに行ったリカルドはマクラーレンで1勝を挙げたものの、若き逸材ランド・ノリスが想像以上に強くて速いドライバーということを目の当たりにし、くしくも1年半ほどでチームから見切りをつけられてしまったのです。ブーメランという言葉がありますが、リカルドは自身がルノーにしてきたことをマクラーレンからブーメランとして返されたのです。
リカルドが速いドライバーだというのは世界中のファンの中でも周知の事実と言えますが、いまだにマシンを自分のものにできておらず、さらに彼の持ち前の明るさもなくなっているように感じられるのです。いまだに来シーズンの去就は決まっておらず、インディーなど他のカテゴリーには目を向けていないリカルドは、来シーズンはリザーブドライバーなどを務め、2024年の F1 への復帰を目指していますが、現実的にその可能性は極めて低いと思われるのです。個人的にはハースに移籍し、マグヌッセンを完全に凌駕することができればその後の可能性が出てくると思いますが、タイトル争いができるようなトップチームへの移籍は難しいと感じています。一方、そのリカルドを完全に凌駕しているノリスにも移籍の可能性があったのです。2020年のシーズン終盤、レッドブルはアルボンの後任ドライバーの選択に頭を悩ませており、マクラーレンのノリスにオファーを出したといいます。2020年のコンストラクターズランキングを見ると、レッドブルは319ポイントで2位、マクラーレンは202ポイントの3位でした。さらにドライバーズランキングでもレッドブルのマックスが計2勝を挙げ214ポイントで2位だったのに対し、マクラーレンのノリスは3位表彰台1回の計97ポイントでランキング9位に沈んでいたので、ノリス的には非常に魅力的なオファーだったと言えます。ノリス自身もマックスと同じくオーバーステアを好むドライバーのため、間違いなくマクラーレンにいるよりは初優勝が近かったと言えます。ノリスは当時を振り返り、こう語っています。レッドブルと話し合いはしたけれど、自分の目標を達成するためにはマクラーレンの方がいいと思ったんだ。もしかしたら多くのドライバーはレッドブルという最高のシートを求め移籍したかもしれません。しかしノリスは自分を育ててくれたマクラーレンに恩を返すかのようにチームにとどまり、その後複数年契約を交わしています。仮にレッドブルに移籍していたとしても、それはマックスのセカンドドライバーを受け入れるようなものだったと思うので、今より好成績は残せていたとしてもタイトル獲得は無理だったかもしれません。これによりマクラーレンとノリスはこれまで以上に信頼関係を築けたと思うので、今後もノリスを中心としたチームになるでしょう。マクラーレンはチーム代表にアンドレアス・ザイドルを迎え入れてからは着実に強くなっているので、今後タイトル争いに加わることに期待したいです。個人的に少し心配してしまうのは、彼らがメルセデスのカスタマーチームということです。現在の F1 ではワークスチーム以外がタイトルを獲得するのは容易ではないと言われており、メルセデスユーザーはこれまで本家を脅かしたことはないので、そうなった場合何が起きるか全く予想できないのです。このようにより好条件を求めチームを転々としたリカルドと、自分を育て上げたチームとともに頂点を目指しているノリスは決定的な違いがあると言えます。そのノリスは来シーズンからオスカー・ピアストリといった逸材をチームメイトに迎えます。ノリスはピアストリに対しこう語っています。僕は初めてチーム内で一番若いドライバーでも、あるいは一番経験の浅いドライバーでもなくなるんだ。オスカーもチームに新しい視点を持ち込むと思うが、彼にはダニエルが他のチームで得た経験、マクラーレンでの僕の経験がないんだ。ピアストリはノリスの速さを十分理解していると思いますが、ノリスはそのはるか上を行くとんでもないドライバーかもしれませんよ。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。